はい、今日最後なんですよ。最後なんですよ、ね、本当にこう長い間ね、かれこれ3時間半ぐらいですかね、僕が来てからですけど、まあ、始まってからは40分ぐらいですかね、早いのがね、最後の空と言います。ひらがなで空です。まあ、なんていうかこう一瞬視界をかすめる程度になると思うんですけども、でも10月の4日に、東京のね、五反田ロッキーっていうライブハウスなんですけども、まあ、そこでプロアマ合同のね、ジョイントコンサートがあります。で、まあ、それをが、またね、まあ、インターネット、僕の YouTube だとかいろんなグミがあるんですけどね、そういうところにもまたお知らせ出したりします。で、明日は明日でですね、荻窪のアルカフェってのあるんですよ。アコースティック、なんかの集落ですね、アルカフェ。で、これはね、ユーストリームってのあるんですけど、同時配信、リアル配信で、ちょうどね、7時30分からライブが始まるんですね、明日ね。で、それをね、生放送で、まあ、全国ネット、全世界ですか、ユーストリームって、ね、一応。ネットなんで。うん、まあ、カナダで見るといる人はいないと思うんですけどもね。荻窪アルカフェって検索してもらうとホームページが出てくるんですね、ライブハウスの。でそれがね、ちょうどユーストリームっていうのがあるんですけど、明日の7時半ぐらいからやるとこう生で、生で出ます。クレイジーギャグも生でやります。石別という歌ですね、男の子と女の子が一緒に座らない、石別じゃなくて別れを惜しむ方です。これ手拍子を入れていただいたことがかつてないんですが、もし入れられるようだったらちょっと試み入れてみていただいてもいいですかね。さっき、あ、手拍子っていいなってちょっと僕の曲基本的にね、あんまり手拍子入れづらいんですよ。3拍子ワルツとかね、そういうのが多いんで、でもし入れられるだだだだって入れられるようであれば、うぱね、一旦崩れると、ね、歯止めが効かないんですね。入れられるようであればちょっと入れてみていただけますか。石別という歌です。しましたら、
手拍子っていうのがね、この非常にこう嬉しくてね、この楽しくてね、乗る反面ね、自分で作った歌詞がね、どっか飛んでっちゃうんですよね。そこがまた手拍子の魔力ってところですかね。次の曲はね、手拍子を入れられるもんなら入れてみてくださいっていう感じでね。これ入れられたらね、大したもんっていう以前にやめてくださいね。あなたへという歌ですね。でこれはね、一言だけ、あの時に戻って別の選択をしていたらね、例えばザブを使わずアタックを使っていたらもっとシャツが白くなったんじゃないかとか。違います、ちょっと違います。違う人と結婚してたとかね、あの時ね、右にいてたらとかね、あの会に参加してたらとかね、そういうね、人生分岐点のね、あの連続なんですよ。そのね、分岐点のね、違うところを選んだ場合、もう一つこの辺ね、例えば立石さんの周りにはね、はい、この無数の立石さんがいるんですよ、パラレルでね。もうさぞかし立派にね、輝いている立石さんもいれば、もしかしたら、その辺こう、ふらふら歩いてるね、今時、そっちですかね。まあ、いるかもしれない。まあ、わかんないですよね。まあ、そういうね、立石さんいっぱいいると思うんですけど、でもね、まあ、僕も含めて皆さんも含めて、そのもう一つのね、もう二つ三つ無限にあるかもしれない自分を覗くことできないですから、ドラえもんのポケットもないしね、今の自分を大事にするしかないということをね、こう真面目にね、ちょっと語ってみました。そんな歌なんですよ。手拍子やめてくださいね。あなたへ。もしもあの道を選んでいたらと、時の流れが心揺らす時もある。もう会いたあんな痩せた体を、かゆまる道の先を思えば、遠い道の光は眩しい。締め付けられる思いは小箱の中で微笑むよ。口に出せぬもう一つの未来のあなた、思い出は命果てるまでそっとしまったまま、
一節にしてほしい笑